はい。こんにちは。今回は スティープをやっていきますが、ちょっとね、OBS を変更してみようかと、こういろいろやってたんですけど、ちょっとね、どうもうまくその画質と、録画と配信の具合がですね、うまく調節できなかったので、旧来のやり方に戻りました。もうちょっと動きが少ないゲームだと問題なく高画質でいけるんですけど、ちょっと待ってください。こっちもモニターしとかないとダメだな。いろいろね、いろいろあります。はい。なかなかうまくいかないもんだな。いいでしょう。適当にやっていきます。じゃあ、たまにはこういうのやっていきましょうかね。はい。冬季オリンピックではね、おなじみですが、いいとかの、回転ってやつですね。これ多分このムービーの間音声が流れているんじゃないかと思いますが、音楽の扱いになってるらしいんですよね。著作権フリーじゃない音楽が勝手にかかっちゃうので、その対策のために、はい、音楽を止めているためムービー中の音も流れません。はい、ではいきます。回転、これ結構ね難しいんです。スピードに乗って次のターン、時間を計りたくなるほど長いジャンプ。は、3つ目のターンを決めます。視界がね、微妙にこう普段やってるのと違うんですよね。少し遅れています。このままのペースではいけません。結構ね、がっつりす。おおっと、コントロールが厳しい。から、ああ、ずれた。やばい。影響大ですよ。どっちにしろ影響ないっていう意味か。2分5秒でいってんのか。はい。もう一回チャレンジ。あっと。厳しい。
スピードに乗って2つ目のターン。大きなジャンプ、大技を期待しましょう。大技って3つ目のターンへ。回転で大技も何もないだろう。おーっと、スキーのこの滑走競技ではこういうなんか微妙にこう曲がった、おーっと超えちゃった曲がったストックを持ってますよね。いずれにせよこのこのランには期待できません。失礼なこと言うな。の気持ちは想像もつきませんが、今回ドライ。パフォーマンスに落ち込む必要は全くないと思います。はいはい。夢を実現することは叶いませんでしたが、彼は常に我々の前を歩いて。どうしたこの実況。大きな大きなジャンプ、驚きの滞空時間です。おっと、あーやばい。勝利のためには最後まで集中を切らさないことです。確かにちょっと集中を切らしてしまいました。あーって、あーダメです、これはいけません。難しいなこれ。鳥肌が立ちます。見事なスキルであらゆる要素をコントロールしています。彼なら本当にオリンピックで金メダルを取れるかもしれません。無理だと思います。だから技ってなんだって。よいしょ。なかなか距離が詰まりません。ちょっと時間ロスしてんのかな。あ、微妙なところで引っかかっちゃいますね。なんとか ゴールぐらいまでは行きたいけど。ゲートを外れました。これはよくありません。10秒って相当だよな。スピードに乗って次のターン、長いジャンプまだ降りてきません。ちょっとあんまり無理しないでいこうかな。もう残りわずかです。本当？全然わずかじゃない。ペースを上げたいところ。遅れてる。やばい。
し遅れています。このままのペースではいけません。あまり無理せず行きましょう。ゴールをとりあえずゴールすることを目指して。よいしょ。プラス10秒がなければ、非常に気持ちの入ったランでした。今の彼の気持ちは想像もつきませんが、2分10秒に落ち込む必要は全くないと思います。2位か3位ぐらいはいけたかな。彼は常に我々の前を歩いていてくれたのです。なんか大げさなこと言ってるけど、スーパー大回転私も行ってみましょうか。やば。この解説どういうことなんだ。これは1分。スーパー大回転と回転と何なのかな。何が違うのか分かんない。さあ最初のターンです。スピードに乗って2つ目のターン。スピードを上げて3つ目のターンへ。なかなか距離が詰まりません。この鋭いターンはどうか。うわやばい、超えた。ゲートを外れてしまいました。コースを見失った。ゲートを外れました。大きな大きなターン。遅れています。ペースを上げたいところ。ここはダメだ。もう1分以上ロスしてる。ギリギリゲートを外れました。残念な結果。オースアウトしすぎ。非常に気持ちの入ったランでした。今の彼の気持ちは想像もつきませんが、今回のパフォーマンスに落ち込む必要は全くないと思います。分かった。夢を実現することは叶いませんでしたが、彼は常に我々の前を歩いていてくれたのです。結構難しいですね。はい、では、レースゲームは苦手なので、ここからパラグライダーでのんびり行きましょう。いやー本当はねOBS、 なぜその OBS を変えようとしているかというと、サイバーパンクでね、その 4K の画質で配信ができないかと考えたんですが、ゲームをプレイしながらさらに、ストリーミングして録画してとなると、やはりそこまでその、パワーがあるマシンではないので、難しいようですね。録画だけでも厳しかったですね。このスティープで 4K 画質で、できるだけ60fps で録画しようとしたんですが、ちょっと無理でしたね。マシンパワーが足りませんでした。着地しちゃった。そこまでこだわらなければ。あとね、OBS を変えれば、ストリーミング、切れがちなので、そこが改善されないかと考えたわけですが、
まあ、結局問題はそこにはないようなので、諦めました。今使ってるこれは Twitch スタジオですね。これが安定して軽いので、これでやっていくことにしましょう。まあ、オフラインのゲームとか、オフラインのゲームっていうか、オフラインで、それほどビットレートとか、画質とか気にしなくていいゲームに関しては、僕側ね、もう一つの、ドリームラボだったかな。そっちの OBS でもまあ、できるので、それでもいいかとは思うんですが、なかなか難しいもんですね。あとこうゲームと見てみろよ、こいつは確かめるまでもないぞ。ゲームの音声と僕のそのボイスのバランスですね。これがなかなかうまくいかないんですよね。まあマイクがヘッドセットのマイクなので、その辺をねこうもうちょっとと細かくモニターできるんですよ、あのストリームラボだったら。Twitch スタジオよりもね。ミックス具合も、音声の調節の仕方も、そのストリームラボの方が、やりやすいんで、こっちで行きたかったんですがね、ちょっと、まあ、高画質で録音や録画しようとすると、リソースが足りないので、ね、まあ諦めます。まあスマホとかねタブレットで見る分にはそれほど違いは出ないだろうし、まあサイバーパンクにしてはね、に関しては、高画質の方がいいでしょうけどね、ちょっと無理があるので諦めました。この後多分1本分ぐらい僕が、終了したら、スティープが終了したら、サイバーパンクやっていこうと思います。いやーいいですね。あ、またドロップゾーンが近い。どっかあるのかな。あ、この上ですね。上上がっていきますか。お、なんかアンロックした。字読めなかった。最小限の努力で最大限の結果。よし、これでいいんじゃないかな。この辺はまだ発見できる余地があるんですね。未発見のポイントがこの辺はあるようです。さあできるだけ上へ上がっていきたいんですが、今日はサイバーパンクをやりますっていうのは明日だよな。明日祭日ですよね、日本はね。
祭日なので、まあちょっと夜まで、夜遅めまで頑張ってもいいかなっていう感じなんで、まあ頑張ってサイバーパンク進めていこうかなっていうところですね。なんか発見した、ここのコースは厳しそうだな。何やるにしろ時間的にはまだ余裕があるので、じゃあちょっとここ着地してなんかやってみましょうか。ここは最高の出発地点になるぞ。よし、最高だって言うんで、じゃあ降りてみましょうか。もう自在にね、下の方から上まで、木がなければパラグライダーで登ってこられますが、ちょっとスキーにしてやってみましょうか。ちょっとそれはまずい。ここシャドウが、ちょっと歩きましょう。はい、でここまで行けばいいかな。なんだろうな、これレースだな。よいしょ、行ってみましょう。フィニッシュラインどっちなんだろう。よっ、でレースだからタイムを競ってますね。どういうコースを取ればいいんだろうか。すごい、このこれ多分木が雪で覆われてるんでしょうね。こっちでいいんだろうか、なんか違う方に来ちゃう、来たような。まあでも目の前にフィニッシュラインがあるので大丈夫でしょう。よっと、ほいほいほい、あっ、よいしょ。ここはこっち側だろう。こっちのラインを通っていこう。すごいなこの景色。さあこの古代の遺跡みたいなニョロニョロを越えて、うわーどっちだ、これ通り過ぎちゃいそうだな。フィニッシュラインを見えた。よし、いけるな。どうだ、あと10秒でフィニッシュは厳しいんじゃないか。あ、ピッピッって言い始めた。シルバーかブロンズぐらい欲しいけど、いやそれも厳しいな。あんまり突っ込んでも、よっ、ブロンズは欲しいぞ。よっしゃー、一応ブロンズメダルは取りました。おう、よいしょ。これね、スキーやってると、でジャンプすると後ろに向いちゃうことが多いと思うんですけど、こういう時はスティックを、コントローラーのスティックを、
は、おっと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 、両方内側、あるいは両方外側、右スティックは右、左スティックを左ってやると回転するので、同時にこう内側に向けるか外側に向けるか、そうするとくるっと回転するので、それで向きを訂正します。このまま行くと湖に突っ込んじゃうんじゃないだろうか。突っ込んじゃうな危ない危ない。よし、止まる。はいはいってなんかエスパー伊藤みたいだったけどエスパー伊藤、あれ、エスパー伊藤さんってまだいるよな、知らんけど。あ、これか、これ厳しいんだよな。よいしょ。あ、こっち行っちゃった、ダメ。あ、この建物の上に行きたかったんですけど、行けない。まあ、景色はいいんですけどね、ここはね。でも、チャレンジコースとしては結構厳しいです。よいしょ。おい。ああ、こけちゃった。格好つけようとしてこける。おい。よっ。おい。よっ。おい。お、ああ、もう一回ジャンプしたかったのに。ダメでしたじゃあ他になんかあるかな。ここはハードだからな、チェックポイント通過。あ、しかも夜だ。え、これウィングスーツか。うわー、これ厳しい、これは厳しいぞ。うわっこの天気でか。これは厳しいぞ。これは厳しい。つらい。つらい。つらい。これは難しい。じゃあやめよう。これもだな。これ難しいんだよな。まあ、あとやってないチャレンジはだいたい難しいんで。これなんだろうな。あ、これはスノーパークだ。そしたら、向こうの山に行って、ここをね、パラグライダーで登るのは厳しいんですけど、行ってみましょうかね。あれ？ボタン間違った？あ、ボタン間違って戻っちゃった。どこだっけ？こっちか。よし、じゃあこの辺に。あれ？ここに行けないな。あ、この島は行けないんだ。なるほどね。そしたらどうしようかな。違う山に行こうか。そんなに時間の余裕はないですけど。アラスカあたりに行ってみましょうかね。はい。いや、ライダーズリパブリック楽しみですけどね。でもまあしばらく待たないと。いや、パラグライダーにしよう。
あ、かなり待たないと発売しないでしょうね。いや、何が楽しみって、そのライダーズリパブリックは自転車なんですよね。自転車でロングライドっていうか、うん、そのマウンテン的な自転車よりものんびり自転車こいでこう景色を楽しめるようなアクティビティができれば、もうこれは神ゲーですよ。まあ神は神でも、そうですね、ポート神でしょうかね、あるいは瀬戸とかねあ、芝とかね。最近ね、あのアマゾンプライムで、アメリカンゴッズっていうドラマを見始めたんですよ。やっとシーズン1を見終わったんですけど、いや、ずっと見たかったんですけど、見てなかったんですよね。で、なんでかっていうと、あれ、原作がですね、ニール・ゲイマンっていう人で、ニール・ゲイマンっていう人はすごい有名な人でですね、コミックの原作者として有名なんですよね。僕が大好きなそのアメリカのコミックで、サンドマンっていうシリーズがあるんですけど、このサンドマンを、蘇らせて、なおかつそのアメリカのコミックを、大人が読めるものまでこう次元を高めたうちの一人、ニール・ゲイマンと、あとウォッチメンとかの、あれ、あのヒゲのおじさんなんつったっけ、名前が今ポッと出てこないですが、あの人が、まあコミック、アメリカの、あのイングリッシュインベージョンって言われてね、どっちもイギリスの人なんですけど、イギリスから来た、アメリカ、いや、コミック原作者がこうアメリカのコミックをね、ちょっと革命を起こしたっていうんで、そういう人がいるんですよ。で、そのニール・ゲイマンって人は、その非常にこう神話とか民話とかに造形が深くて、一筋縄ではいかないような物語を書く人なんですよね。で、小説も結構アメリカンゴッズも含めて、翻訳されてますね。で、映画化されてるのもいくつかあります。で、まあアメリカンゴッズなんですけども、まあ面白いっちゃ面白いんですが、ちょっとね、複雑な話なんですよね。で、要はね、コメディなんですよ。シリアスなヒーローものの話ではなくて、ドタバタコメディとして見るのが、正しい見方だと思いますね。はい。で、いろんなね、アメリカってその、神が、まあ、原住民の人の神は別として、移民できた人たちにとっては、その、まあ、神話がなかった国ですよね。その文明ができてから、生まれた新しい国なので、神話がないんですよ。で、ないんですけど、まあ、強いて言うなら、キリスト教がありますけどね、イエス・キリストも出てきました。いっぱい出てきました。いろんなアメリカでは信仰によってキリストのあり方が違うので、いろんなキリストが出てきましたね。その辺も面白かったです。で、
アメリカはその移民の国なんで、いろんなところから来た移民の人たちがそれぞれの、神様を信仰していると。でそのアメリカンゴッズという話の中では、その、神が実在しているとか、まあ、いるんですよね。でただしその、信仰されていないと、あるいはそこの信じていてこうその神を思ってくれている人がいないと力が弱まってしまって、なんていうか大手を振って歩いていないんですよね。で主人公にこう主人公は黒人の人なんですけど、その人にこうと一緒に旅をするのがある神様なんですけど、その人もまあもともとアメリカの神でもないし、他のね、ヨーロッパの北欧の方の、神話の神様、偉大な神様なんですけど、ほとんど忘れ去られてしまって、しかもねほとんどキリスト教に駆逐されてしまってるんで、古い神として扱われてるんですよ。で力が弱いので、信じてくれる人を増やそうとしていろいろアメリカ各地を旅しながら古い神の仲間を、募って、新しい神に対抗していこうという動きを起こそうとするわけなんですが、その中で新しい神っていうのが、何かっていうと、それがですね、インターネットの神様まあ、スマホとか PC とかの、デジタルの神様と、というかまあデジタルなんですよね、人々が信仰している、っていう神様と、メディアって神様いますけども、もともとメディアっていう名前の神様いるんですが、いわゆるラジオ以降、テレビ以降に発展した、新しい神としてのメディアが出てくるんですね。で その人面白くて昔の映画のねマリリン・モンローのモノマネをしたりね、メディアらしい振る舞いをするんですけど、であと、もう一人の神が、ザ・ワールド、世界って呼ばれてるんですけど、その人はねグローバライゼーションの神なんですよね、そのグローバライゼーションの神が、まあ、新しい神の中でこう リーダー的に振る舞っていて、すごいね口ばっかりいいこと言うんですよ、いいことばっかり言うんですけども、まあ、最初ねその主人公と一緒に行く神様にも、まあ、戦う気はないですよとか、仲良くしましょうよとか、まあ、なんなら私と一緒にこうメディアの力もありますし、インターネットもあるんで、我々と共に大きくなりませんかって言うんですけど、その主人公と一緒に行く神様は気に食わないんですよね。すごくわがままな神様、まあ、大体神はわがままですけど、その人はわがままなので、超わがままなので、何せね、こう人をはらませたりね、いろいろ悪さをする戦の神なんで、まあ最近のマイティーソウとかにも出てきますよね。なんとなくわかりますね、それらのね、そこの最高神です。あの人が、まあ、片目がなくてね、ないっていうかもうこう色が違うんですけど、カラスを従えてね、絶対お前らなんか従わねえこの野郎って結構いい年のおじちゃんなんですけど、でシーズン1の最後の方でまあ名前を明かすっていう感じでしたけど、結構ロードムービーとして、でその神々の話とは別にこう主人公にも物語があって、でそっちの方がメインとして進んでいくっていうような感じのドラマでしたね。
ただこう今のところ、まあ、話を聞いててお分かりの通り、戦いとかも大きいものはありませんし、まあ、あのたまにこう人をぶん殴って血が出たりはしますけど、まあ、大量に血が出たりもするんですけど、あと微妙にゾンビみたいな人も出てきたりして、ね、たまにグロかったり、あるいは愛の神みたいなね、まあちょっと違うんですけども、あのこうね、人を誘惑してその力をこう我が物にしてしまう、神様がいたりして、あの一応番組としては成人指定なんで、まあ大人になったら大人の人が見てくださいって感じですが、そんなにねこう、まあ、マーベルの話とかと比べると、まあ伝統とかはないんでね、盛り上がりに欠けると思うんですが、まあ神話とかがね、そういう民話とか好きな人にはいい話ですし、で、まあグローバライゼーションがね敵だと思っている人とかね、そういう人にはね、あの面白い話なんじゃないかなと思って見てました。あの本当ね、一筋縄ではいかない。ただ見てるだけじゃこう、なぜそういうことをしているのかとか、その持っているものにどういう意味があるのかとか、その名前に何の意味があるのかとか説明しないんで、あのコミックでもそうなんですよね。そのサンドマンっていうコミックでも解説がないとね、本当なんだかわかんないんですけど、解説読むと、あ、そうなのか、すげえ話だなってなる、いい本なんでね。ただ今絶版なんで古本しか手に入れられないですけど、僕も古本で買いました。それなりの値段はすると思いますけどね、そんなに高くはないかな、5冊ぐらいしか日本では翻訳本としてはね出てないんですけども、まあある程度話に少し決着がつくような形まで、翻訳されているので、まあ、取っかかりとしてはいいかなと。ただとてもじゃないけど英語では読めそうもないなっていう内容ですけどね、はい、であと絵柄は古いです。あのサンドマンに関しては、最近なんかあのサンドマンユニバースっていうのをそのアメリカのその DC の方で、今本国で新しいこうユニバースとして再生させようとしているようで、あのキアヌ・リーブスが、あ、アラン・ムーアだ、さっきのあのイングリッシュ・インベージョンのもう一人の作家ニール・ゲイマンの他はアラン・ムーアです。はい、アラン・ムーアの名前を忘れるなんてどうかしてる。サンドマン・ユニバースの中に含まれているのはスワンプ・シングっていうそのアラン・ムーアが考えた、まあなんだろうな、沼の怪物みたいなのがいるんですけど、それとともにそのスワンプシングに出てきたキャラクターが、キアヌ・リーブスが主演で映画化した、コンスタンチンなんですね。コンスタンチンって言っちゃうとかっこ悪いな、コンスタンティーンなんですよ。でコンスタンティーンはキアヌ・リーブスがやってた、まあ、性格的には近いんですけど、もうちょっとこう軽い男なんですよね。でドラマ版の、フラッシュとか、スーパーガールとか、あの辺の DC のドラマユニバースがありますよね。あれにあの、まあ、コンスタンティンもあのドラマ化されてたんで、あの、なんだっけな、クライシスっていうシリーズがあるんですよ。DC のコミックで。まあ、クライシスが起こるんですけど、そこに、それを再現したドラマがあって、そのシリーズにコンスタンティン、ちょっとドラマ版のコンスタンティンが、キアヌじゃないコンスタンティンがちょっと出てたんですけど、コンスタンティンは、
サンドマンにまあ関わりが強いキャラクターなんですよね。で、今サンドマンユニバースっていうのね、やっと話が戻ってきましたけど、復活させようというか、もっと大きくしようとしているらしく、どうもネットフリックスでサンドマンをドラマ化するんじゃないかっていう話があるんですよね。だからその辺はちょっと気になります。ものすごく壮大で、ものすごく入り組んでいて、そしてさっきのそのアメリカンゴッズの話をして、聞いててくれた方は分かると思うんですが、非常に抽象的な概念の話なんですよね。でその、まあ、神もそうですけど、抽象的な概念を、サンドマンっていうのは主人公は夢なんです。何言ってか分からないと思いますけど、夢がキャラクターとして、顕在化したのが主人公なんですね。サンドマン。なんでサンドマンかっていうと、アメリカとかの伝承でこう人を眠らせるために悪さをする、サンドマンっていうものがいて、その人はその目に砂をパッとかけるんですよ。だから砂かけババアみたいなもんですね。で、まあ男でも女でもいいんですけど、マンテツっていうか男なんでしょうね。でサンドマンはその目を攻撃してつぶらせて、眠らせてしまうというところから、ニール・ゲイマンはで夢を人化してキャラクターにしたらいいじゃないかということで、原作を書いたんですね。で夢がですね、ある金持ちにこう魔術によって捕らえられてるっていう話なんですけど、何言ってか口で言ってもさっぱり分かんないと思いますが、これがあれですね、ツインピークスの話を口で説明してもさっぱり分かんないのと同じようなことです。抽象概念をこう具象として表しているので、非常にこう見てても読んでても分かりづらいんですけど、非常に面白い話なんですよね。でそれをドラマ化しようと、でとても最近のドラマってこう1時間を8つとかに分けて、ドラマにすることが多いですよね。 6回とかね。で回数はまあ自由なんですけど、とてもね、その6回とか10回でまとめられる話になるとは思えないんですよね。その辺が心配なんですが、でももしサンドマンがそのネットフリックスで配信されて、で話題になるようなことがあれば、サンドマンのそのコミックが新たに翻訳されて、でなおかつ続きも出るようなことになる可能性もあるんですよね。その辺にちょっと期待しているわけです。はい、さあ結構いいところまで上がってきました。全く無関係な話を熱弁しておりましたが、実は画面内では結構高度なことをいつものことですが、やっておりまして、今パラグライダーで山の頂上に登ろうとしています。本当は皆さんご存知のように、その地球には重力というものがありまして、パラグライダーっていうのはゆっくり降下していくものなんですが、こういう険しい山肌とかそういうところに沿って、上昇気流をつかんでいくと、こんなに高く登れちゃうんですね。現実では無理だと思いますけど、まあ結構このシリーズはエクストリームスポーツですからね。でそれを楽しく気軽にっていう感じのゲームなんで、これもやってることはエクストリームなことです。レッドブルが提供してたりするんでね、
その辺も確かでしょう。NHK でやってるあのスキージャンプの中継を見てたら、あ、頂上に到着しました。はい、元気。スキーのジャンプやってんですけど、レッドブルがスポンサーについている選手が結構いましたね。高梨選手とかレッドブルのヘルメットかぶってましたけど、やっぱスキーのジャンプもエクストリームスポーツなんだなと思いましたね。はい、何人か人がいるんでちょっと冷やかしにぐるぐる回っておりますが、まあ、別に特に用はないので、ちょっとじゃあ遠くに着地しましょう。はい、着地しました。すごいですね。ちょっと山を見てみましょうか。はい、こっからですよ。こっからこう来てまだ見えない。こっからですね。こっからこう来てこう上がってでなりの頂上までたどり着きましたよ。はい、ということで、今回はここまでにしておきます。はい、気に入った方はまた見に来ていただければと思います。はい、それじゃあまた。